アイロンウェイス、あの赤い箱を取りたいんですけども、 AI がちょっと邪魔で。やば、戻ってきやがった。絶対取らせないつもりだろあれ。っていうのはちょっと置いといて、あのなんかでかいね塔の拠点が立ってたんですけど、あそこ風化してるっぽいんで、ちょっと見に行こうかなと思います。取れるかな。おい、なんで戻ってくんのこれ。え、絶対取らせないつもりじゃん。じゃ、おい、おかしい、おかしい。まあいいや、無視よ。眩しいな、太陽。しかもこれ夜になりかけだろ。ちょっと早めに見たいですけど。まだ全部風化しきってるわけじゃないのかな。精油じゃ何も入ってなくて。うわ、だいぶいってんな。ドクロのシャッター。お、箱あんじゃん。ない。取られてる。あー、はしごかけられてるな。こことかシャッター開いてるしな。ショットガン取れ。おー。めっちゃショットガンあるやん。これ、ショットガン大丈夫かな？運びましょう。あー、もう取られてんな。そりゃ取られてるか。これ絶対そうだ。自殺してこれ入れるんだよ。だからこの装甲板の中側はいけないような仕組みになってんだよ、これ。え、これじゃあ3個分装甲ってこと？でも、これ風化するのにどれくらいかかるんだろう。半日くらいかかるよな。その時俺ログインしてるかどうかなんだよ。この上は？シャッター。風化しきるのにまだ時間がかかるって感じか。うわ、これ風化しきった時にね、見てたらめっちゃ美味しかったんだろうけど。まあでもこれ目立つからな、ここ。みんな狙ってると思うね。とりあえず今回は、施設回って、スクラップ集めたいですね。まあそれとアイテム系か、武器とかね、欲しいです。やばいな、ずっとあの赤い箱の周りうろうろしてるじゃん。取らしてくれ。なんだ、弾か。お？なんかこの拠点、両開き、めっちゃ開いてるやん。扉の位置バレるぞ。まあでも一応まあ枠で見えてんのか。え、53分前？アクティブか？前々回ぐらいですかね。ここの施設でブルーキーカード手に入れたんですけれども、結局ウォータープラントで倒されてブルーキーカードなくなっちゃったんで、まあ施設漁るっていう意味でもブルーキーカードを取るっていう意味でもちょっとここを探索しようと思います。暗すぎだろマジでよ。救急キット出たんでアスレチック一回やっていきます。ミスった。あー、ミスった。あちゃー。うわ、ちょっと何回ここで落ちんの。ちょっと待って、これ5回目ぐらいのチャレンジ。落ちまくってる。オッケー、いったか。よしよしよし、5回目ぐらいでやっといった。開けましょう。ドンドン。お、ヒューズきた。ドンドン。またヒューズきた。さあ武器ボックス、カメラ。さあこの中は武器ボックスだ。常勤、まあ美味しいな。さあ武器ボックスがある。パソコン、武器が出ないな。武器が欲しい。トンプソンでも。まあ、セミライかな。一番セミライが欲しい。さあ、開けましょう。わら箱。板金。
歯車結構欲しかったんで、ありがたいっすね。お、サイレンサー、これリサーチしたいな。お、バネ。最近下水施設めっちゃ回ってんな。ブルーキーカードゲットして、ダブルバレル。お、歯車。さあ武器ボックス、武器ゼロよ。ドン、出ない。ドン、椅子。以上っすね。分解しましょう。まあでもなんだかんだパソコンとコンピューターあるから、それで結構スクラップ集まりそうっすね。分解終わって290、帰りましょう。エアドロ落としたっぽいけど、ちょっと遠いね。いけないな。一旦帰って、ちょうどブルーキーカードもゲットしたんで、空港行きたいと思います。エアドロ遠いなとか言ってたけど、めちゃめちゃ拠点の方角なんだよ。あ、ちょっとずれてるか。そこの拠点も少しでかくしてるな。やっぱみんな頑張ってるね。空港な、初めて来るんすけど、あんまり人がいるイメージはないんですよね、このサーバーで。一応、貪欲に回れるところは全部回りたいんですけれども、どうしような。まあ、箱の湧き具合によって、変えようかなと思います。道沿いのこれだけ取っていくか。パーカー。バケツ、ヘルメット。空港から銃声マジで聞いたことないんで、どうなんだろうな。ここで湧いてたら全部回ろうかなと思います。あ、湧いてる。カメラ、おお、これは期待だな。まあでも今んとこ武器ボックス2つ開けたのに武器出ないからね。武器となかなか巡り合えない。バラ箱、歯車、重た。さあ、ウギョクス、ドン。SMG 本体。なんか重てえな。50fps ぐらいしか出てない。回り上がりましょう。なんでこんな角つくんだろう。さあ、あるか。おお、武器来い。SMG 本体。今回結構武器ボックス開けてるけど、全然武器出ねえよ。まあでもモニュメントパズルやればさらに開けることになると思うけど。さあ、わら箱、ヒューズ。まあ、ヒューズをねぶち込まなきゃいけないんで、ここは回ろうかなと思います。武器ボックス、マジで名前変えた方がいいんじゃないの。もう役立たずボックスに。どうも、歯車。さわら箱、ヒューズめっちゃ出るやん。ここに一つ目を入れてアクティベート。地下に入りました。光ってるかな。 OK、 入りましょう。結構箱開けてるよな実際。こちらはドラム缶、ドラム缶ちょっともう割る、いや割るか。わら箱、板金。それでは2つ目のヒューズ、ブルーキーカード上げていきましょう。ちょっとね、武器ボックスはね最後に開ける。お、残ったの全部武器ボックスか。武器ボックスが5つあります。セミライ来い。カメラ、セミライ来い。常勤、セミライ来い。お、昇降口来た。セミライ来い。いらない。ちょ待って、マジでセミライじゃなくていいから武器来い。ドン。
そしてレッドキーカード、これどうしよう、何捨てよう、捨てるか、ふざけんな。レッドキーカードを取って分解しに行きましょう。それでは分解しようと思います。分解終わりまして387、そして昇降口と、歯車ですねゲット。この夜のうちに帰りましょう。にしてもマジで武器が出ないということで、無事拠点に着きました。今回ですね、手に入れたサイレンサーと、だいぶ前に手に入れた注射器と、火の矢をリサーチしたいと思います。サイレンサーからリサーチしていきます。今回武器が出なかったんで、まあもっと施設探索して武器出したいのと、まあそうですね、球体とかも行ってもいいかもっすね。あとね、スクラップが今んとこ600ぐらい余ってんのかな。なのでワークスリーベンチももう作っちゃおうかなっていう感じです。まあ仮にスリーベンチ作っておけたら、まあセミライまたは AK とか出たらもう拠点抜きいけるんで、うん、もうスリーベンチ視野に入れて、まあスクラップ集めていこうかなと。次からはこの沢入るまでずっと、まあ洞窟拠点でやってて、洞窟拠点と地上拠点の違いは、維持がねめちゃめちゃ大変なんですよ。地上は、洞窟はそんなにね拠点強化しなくても扉とか張れるんで、まあ、最初の方とか拠点維持全然かかんないんですけど、まあ、地上の場合はね石とか金属片とかねだいぶ持ってかれたりするんで、そういう意味でもやっぱ拠点が柔らかかったり維持が大変だったりと、ちょっと地上はね難しい面もあるんですけど、まあ、やってて新鮮さがあっていいですね。なるべく早く武器系ゲットできるようにサバイバル頑張ります。ということで、また次回までお会いしましょう。